ようございます。おはようございます。本当に神様素晴らしい方です、心から、今主の御前に心を一つにして賛美を持ってね集めていきたいと思います。どうぞ独立できる方は立って共に賛美したいと思います。Thank you.
主を礼拝することです。本当に今心から神様に集中して、神様の心を注ぎ出して、あなたを礼拝し賛美していきたいと思います。御言葉を読みたいと思います。ルカの1章46節。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜ぶ称えます。アーメン。感謝を持って賛美続けていきたいと思います。主を誰にも、Thank you.
ました。発車しました。天におられる優しい優しい愛なる父
しなる神様、あなたの皆を褒めたたえます、今日は本当にあなたがこの雪の中ですけど、私たちのこの小さな群れを祝福し、あなたの愛によって、引き寄せられ、一人一人がここに伝えるこの恵みをありがとうございます。礼拝できるこの恵みは本当に素晴らしい特権です。主よ、私たちがそれを本当に、心から感謝し喜び賛美捧げる一人一人になりますように祝福してください。西野から高橋からさんが来て共に礼拝できるこの恵みありがとうございます。主よ、本当に神様も、このグレシアチゼミを受けて、そしてまた西野に行かれましたけど、あなたが神様の必要に満たし、あなたが本当に道を開いてくださっていることを覚え感謝します。今日は本当に雪の中、また西野に帰られますけど、神様どうぞその道を守ってください。主よ、神様が行くところ、主よ本当に道を守り、主よ安全をあなたが共にいて、前にも横にも天使を置いて、主よあなたが主をこもり、最短の水につくことができるように、そしてまた残されたこのバブルの滞在も、主この時間も主を祝福してください、そして愛ちゃんが本当にこのグレースチャーチでずっと先生から教えを受けたこと、今でももう本当に鮮明に覚えています。神様、愛ちゃんの上にもあなたの奇跡がいつも共にあり、そしてあなたが愛ちゃんを祝福してくださって、本当に親子が守られていることを感謝します。私は祈り続けます。主よどうぞ、これからも本当に必要を満たし、主よ不安や恐れを全部取り除き、神様に主を本当に栄光を見ることができるように愛ちゃんを祝福してください、また日本に帰られますけど、主よその時も主よあなたの愛で主よ一つ一つの日程が守られますように、主よお願いします。神様、この礼拝、主よ私たちは本当にあなたに、こんな小さな小さな本当に吹けば飛ぶような小さな信仰で、私たちがあなたにとどまることができるこの恵みを感謝します。主よ本当に、病に風邪をひいたり、そしてまたいろんな痛みを覚えている人がありますけど、またみんな心のどこかに主よ本当に不安や恐れを抱えて、まだ癒されない部分がたくさんあると思いますけど、主よあなたが触れてください。賛美の中で触れてください。主よあなたが癒しになる方、そして私たちを本当に健康でありなさいと主よ祝福しておられる方です。神様、あなたを主よ信頼します。そして本当に弱い時こそ、私たちがあなたにすがり、あなた自分の小ささを思い知らされますけど、主よあなたにすがり、あなたに叫び祈るこの恵みをありがとうございます、神様、今また心を主よ本当に整えて、主あなたの十字架に目を向けたいと思います。イエス様、神でおられるあなたが主を2000年前に、地上に来られ、主を私たちこの、神であられるお方が主をまた一番身を低くされ、馬小屋で生まれ、主を本当にこの汚い馬小屋で生まれてくださいました。主を私たちの心は本当に汚く汚れていましたけど、あなたがその馬小屋で生まれて光を灯してくださった、本当に感謝します。主を私たちの心も本当にすさんでいましたが、主をあなたを信じることによって、主を光が灯ったことを感謝します。主をこの光を本当に消すことがないように、聖霊様、あなたの油注ぎで満たしてください。主を、そしてまたあなたは何一つ自分のやりたいこと、イエス様、あなたは自分の思いで動きませんでした。主よ、ただ父の御心を主を行っただけです。主を、私たちもそのような一人一人とならせてください。主よ、いつも、今何をするべきなのか、主を神様のに前に主を委ね、主を神様の声を聞いて、主を一歩前進するものとならせてください。あなたは私たちの賜物をよく知っていますから、私たちがやりたいこと、そして私たちのその賜物を生かしたことをたくさんさせてください。素晴らしいお方です。主よ、そしてキリストの体を、主よ本当にその補う部分一人一人が持っていますから、主よその、一人一人のその力量に合わせて、賜物に合わせて、私たちがその神様のイエス様の体を汚すことがないように、主を働く人としてそこに置かせてください。
その教会である体となり、主よ、神様の働きをすることができますようにください。まだこの地上には本当にたくさんのイエス様の名前すら知らない人たちがたくさんいます。主よ、私たちは言葉で言わなくても、主よ、本当に私たちの生き様が、主よ、神様、人を慰め、励まし、立て上げ、そして力を与えるものとならせてください。神様、どうか天国的な喜びが主よこの地上私たちいくつ先々どこでも、なりますように主を祝福してください。まずは本当に一番自分の心がリバイバルされ、そしてまた家庭がリバイバルされ、主を職場がリバイバルされ、主を本当に行くところ主をあなたの愛で光が灯りますようにお願いします。イエス様、あなたは本当に従順を貫き、そして本当に十字架から降りることも私たちの罪とが汚れ、一切の病、全ての悪しきものを全部受けて十字架上でそれを処分してくださった恵みをありがとうございます。主よ、あなたが打たれた傷により私たちが今生かされていることを感謝します。そして私たちが許されていることを感謝します。主よ、あなたはまた病院に下りましたが3日後に復活されて、本当に素晴らしい体を持って蘇られたお方です。主よ、この復活の体が私たちにも与えられます。私たちは死んで終わるものではありません。主よ、永遠にあなたと共に生きるものです。主よ、永遠の世界を思うと、主よ、私たちの心は喜びます。どうぞ私たち一人一人が天に宝を積むものとなりますように。主よ、この人生はもう80年100年か分かりませんが、主よ、あっという間に終わってしまいます。主よ、その時に本当にあっという間に過ぎ去ってしまいますが、この地上で神様、あなたがあなたの主を福音を述べ伝える一人一人となりますように、そしてまた弟子を作る一人一人となりますように、主はあなたの愛を流す一人一人となりますように祝福してください。イエス様、あなたは生きておられます。聖霊様、あなたはいつも共におられます。心から聖霊様を歓迎します。主よ、どうぞあなたが私たちの心を支配してください。そしてまた一切の不安や恐れを全部取り除き、主大胆にあなたを主を賛美し、主を私たちの唇が本当にあなたを喜び、主をあなたを賛美し高めるものとなりますようにお願いします。これからあの先生がメッセージ御言葉取り次ぎますが、主どうぞその御言葉にあなたが油を注いでください。聞く一人一人の耳を心を整えてください。主をあなたが語ってくださいます。私たちが本当にまたこの御言葉を握りしめて、この1週間も力強く歩むことができますように、主の御言葉なるイエス様を心に住まわせることができますようにお願いします。主の御言葉なしでは本当に私たちは弱いです。主を何もすることができません。主をどうか御言葉を蓄えて、そして御言葉を口ずさみ、主よ、それが私たちの思いを守り、主よ、また清めてくださいました。感謝します。アン先生を主を用いてください。祝福してください。お願いします。主よ、神様、あなた素晴らしいお方、賛美の中に共におられます。本当に賛美中もありがとうございます。主よ、お前ちゃんをまた主よ、あなたが整えてくださって、主を私たちを引き上げてくださることを感謝します。金太郎君は最近ドラマに行きませんが、神様、どうぞ彼の心にも働いてください。主人ちゃんも、神様の子です。主、どうぞ金太郎がまた足をもっともっと本当に小さな子供たちのリーダーとして立ち立たれますようにお願いします。神様、全てに時があります。私たちは裁きません。そしてまた何も主を本当にただ愛し許していただけです。主を、あなたはまた戸の外に立って本当に優しくノックしておられるお方。主を、あなたは押し上げて私たちの心に踏みにじって入ってくるお方ではありません。主を、本当に忍耐を持って憐れみを持って待っているお方。主を、私たちは本当にただ本当に心のドアを一つずつ開いていくだけです。主を、あなたに全てを明け渡し、全てを委ねて、主を歩む一人一人とならせてください。主を、この小さな群れをあなたが愛し祝福してくださることを感謝します。主よ、これからもこの頃また賛美を続けていきますが、主よ、あなたに栄光していきます。主よ、あなたがこの賛美を、心からの賛美を、一人一人の喜びを受け取ってください。感謝します。
感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。お願いします。どうぞ今元気よく全ての良きものを賛美しながら感謝の元気を捧げていきたいと思います。